庄内町にある風力発電機立川町の風力発電。この項目では山形県立川町における風力発電事業について解説する。日本において地方公共団体による風力発電事業の先駆的導入事例とされる。余梅町と合併後に庄内町に引き継がれた事業についても記載する。山形県の庄内地方に位置する立川町は 強風の地として知られる。この風は清川田市と呼ばれ、主に春から秋にかけて発生する南東の強風を指す。高気圧が三陸沖の太平洋上、またはオホーツク海上にある時に局地的な強風が吹き、特に東高生低の気圧配置で等圧線が山形県内で南北方向に走り、幅が狭くなっているほど風が強まる。これは、 おホーツク海付近で発生した霊気団が、大宇山脈を越え、新城盆地に滞留した後、おろしとなって埼上川峡谷で収束し、省内平野に吹き出すためである。立川町は埼上川峡谷の出口に当たるため、この影響を最も受ける位置にある。中でも、町内の清川地区は、峡谷の出口に最も近く、清川の名はこの付近から東風となって、 庄内平野へ吹き渡ることによる。この清川田市は岡山県渚山陸で吹く広戸風四国山地を越えて吹き下ろす愛媛県四国中央市付近の山地風と並び日本三大役風と呼ばれる極地風で秒速15メートルから20メートルに達することがある。一方で冬は北西の季節風が強く吹き地吹雪が発生するなど一年を通じて 風が強い土地である。平均風速は秒速4.1メートル、10メートル以上の風も年間90日前後と多く、内陸部にありながら全国的にも稀な強風地帯となっている。米どころ庄内平野の一角である立川町で清川田氏はしばしば農作物に被害を与え、5月から6月には田植え直後の稲の生育を妨げ、8月から9月に かけては、稲が、強風にはたかれ、もみが落ち収穫に影響を及ぼすだけでなく、火事の落下や畑作物への痛みを引き起こして、商品価値を下げる、時には、退化の原因となるなど、地元においては長らく厄介なものとされ、悩みの種であった。強風による、農業条件の悪さから離農者も、相次ぎ、1960年頃から、町は急速な過疎化に突入していた。 1976年には、全国的な冷夏に見舞われた上に出し風の直撃を受けたことで、町の農業は壊滅的な被害を受け、被害総額は5億円にまで上った。立川町ではこの悪風を逆手に取り町おこしに、活用すべく、山形大学農学部教授の羽田英志郎の発案により、清川出しで風力発電を行い温室栽培に活用する。 構想を進めることとなった。田沢十二町長や山形大学の教授らを中心に、立川調風エネルギー実用化実験事業を開始、1979年に、当時最も信頼性の高かった1キロワットの山田式小型風車を設置し、翌1980年から1985年にかけての5年間で、町単独事業として、 温室ハウスによる農業利用試験を行った。しかし、山田式風車は設置の翌年に強風に耐えられず、羽根が破損して吹き飛ばされるなど、終始不調に終わった。一方同じ頃、オイルショックによる教訓から、科学技術庁でも新エネルギーの開発構想があった。風力発電はメインの研究ではなかったが、将来の可能性を探る総合研究の対象となり、 同庁と新エネルギー総合開発機構による全国10カ所の風力発電のモデル事業地の一つとして立川町が選定された。この実験事業は山形県の県下にちなみ、コミュニティエネルギープロジェクトベニバナ計画と名付けられ、1981年からの5年間に住友精密工業製の 5kW 風力発電機2機を、トン社の暖房に用いる試験などに取り組んだ。 だが、この住友製風車も1986年冬に発生した地吹雪に吹き飛ばされてしまった。両事業とも修繕を繰り返しつつ継続されたものの、変化に富んだ自然環境に対応しきれず危機トラブルが続発するなど、稼働率が年間の3分の1に止まったことで、実用化には至らず、事業終了後は観光用程度にしか利用できなかった。これらの失敗により、 全国的にも日本の風は風力発電には適さないとの評価が定着してしまった。1988年のふるさと創生事業をきっかけに再び風による町おこしの機運が高まった。1991年4月、縦林茂木町長のもと、立川町風車村推進委員会が発足し、立川町にウィンディータウン風車村構想が開始される。 町の小高い公園に風車を設置することとし、当初は過去の失敗の経緯から観光用を主目的にしたオランダ型の風車とする案だったが、現地を視察した清水美幸丸や牛山泉ら国内の風力発電研究の第一人者による助言、風車技術の進歩、同年10月にオランダで開催されたヨーロッパ風力エネルギー協会の会合に町からも出席して、 オランダやドイツの発電用風車を実際に目にしたことで実用的な風力発電を目指すこととなる。同構想では風にこだわった地域づくり、町おこしを推進するともに町による環境問題への取り組みへの PR が歌われている。この当時、自治体としては北海道スッ町などが小規模な風車を 導入していた程度で、国内での本格的な発電用風車は、電力会社の研究施設にしかない状況だった。立川町は、再生可能エネルギーとしての風力発電の先進性を実証するため、1993年に、アメリカの US ウィンドパワー社製風力発電機、USW56 から103機を導入。一般家庭の年間約60世帯分の電気、 使用量をまかない、当時の日本の自治体では最大級の風力発電施設で、立川町は全国に先駆けた風力発電導入の事例となった。この風車は以後、シンボル風車と位置づけられ、逆潮流を伴う系統連携を用いた進歩的な方式は、マスメディアにも取り上げられ反響を呼んだ。風車の選定にあたって、当初は、 複数の国内メーカーに打診を行ったものの、当時の日本で風力発電機は開発の黎明期で生産体制が整っておらず、すげなく断られるか、数億円もの高額な見積もりを提示される状況だったため、諸経費を勘案しても価格面で見合いかつ高性能なアメリカ製を輸入することに決定した経緯がある。発電用風車の輸入は当時前例がなく、 国は安全性などを盾に難色を示したが、町は国に対して数ヶ月に及ぶ粘り強い交渉を行い、最終的に安全性については、町が全責任を負うことを条件に輸入許可を取り付けるに至った。掃除業費は一気約三千万円の風車三機に、加え、近隣施設の電力として使うための送電線や変電設備等を含む二億四千万円となり、 ふるさと創生事業の予算1億円を大きく超過することとなった。風力発電を行うにあたりネックとなったのは余剰電力の消費先であった。風力発電機本体の購入経費はふるさと創生事業の予算で賄えるものの、配電設備等へ投じる1億円超の追加拠出は余剰電力を電力会社へ売却することで埋め合わせる必要があった。 しかし当時の法制度では、風力発電により生じた電力は、自家発電とみなされ自家使用しかできず、なおかつ自治体による電力の売却は認められていないという状況だった。このため発電機の導入に先駆け、余剰電力の買い取り制度の導入を目指して、町長の管理員をはじめ、町職員が、東北通産局など、関係機関との接触を重ねていた。 バイデンという当時前例なき交渉は難航したものの、1992年4月に自然エネルギーによる自家発電の電力余剰分を電力会社が買い取る制度が定められ、立川町が風力発電における最初の適用例となった。以後はシンボル風車の周辺を風車村として施設整備を図り、1995年に資料室や体験コーナー、 多目的アリーナ、売店などを併設したウィンドウム立川がオープン。遊具広場、風力発電で充電した子供用のバッテリーカー広場なども整備され、観光や社会教育を兼ね備えた施設となった。年間に約4万人の来訪者があり、県外からの視察団も多く訪れている。シンボルモニュメントとして、風の造形作家、新宮進による作品を設置している。 1994年には第1回全国風サミットを立川町で開催。全国から風をテーマに地域活性化を進めている12市町村が参加した。各市町村による風を利用した活性化構想や意見交換、山岳間の風力発電に関心を持つ事業者が集う場として以後も全国持ち回りで行われている。2015年には 第18回サミットを合併後の省内庁として行った。また、国内の風力発電の開発や普及を促進するため、立川町が中心となって、風力発電や再生可能エネルギーに関心のある自治体を集め、1996年に風力発電推進市町村全国協議会が結成された。設立から10周年を迎えた2005年には、 加盟市町村が71に達している。1996年にバイデン事業を行う民間企業の山形風力発電研究所がデンマークのネグミーコン社製風力発電機 M750 から400、1 0 0ット二基をもがみ川の河川敷付近の田園に設置。この時期に町は通産省の補助を受け、立川町新エネルギー導入計画を策定。 小さな町の大きな挑戦を掲げ、町おこし段階を脱却して、地球温暖化対策を見据えた本格的な風力発電の導入へ踏み切り、最終的には、立川町全体の年間消費電力量をすべて、風力発電を中心とした新エネルギーで賄う計画とした。この計画により集合型風力発電施設整備事業が発足。第一次計画として、 第3セクター、立川風力発電研究所が設立され、山形風力発電研究所の風車2機が移管されるとともに1999年から2000年にかけ、ネグミーン社製風力発電機、ナノメートル600、48が4機設置された。2002年には、第2次計画として、長 A のドイツ製1500キロワット発電機を設置。 以後も3基の大型発電機が民間企業により設置されている。2001年時点では、立川町の40%ほどの電力を風力発電で賄っており、2005年に合併を経た、あと2006年時点では、旧立川町行きの57%、省内町全体では13%に達している。2005年に立川町は、 余ル目町と合併し庄内町となったが、風力発電事業は、以後も庄内町へ引き継がれている。2002年に建設した、町営1 5 0 0ット発電機は、2019年時点で、一般家庭500世帯分の発電をまかない、年間約5000万円の電力売却益を得ている。風力発電を中心に、バイオマス事業、雪冷房システム、 町内で産出される天然ガスを用いた天然ガス、自動車、太陽光発電の導入など、総合的に、新エネルギーに取り組んでいる。第3セクターとして発足した立川、風力発電研究所は、当初はエコパワーによる出資を受けたが、2010年にエコパワーが、コスモ石油グループ入りしたのに伴い、2020年、現在は、コスモエコパワーの管理下となっている。 庄内城刈川地区のうち、下記の発電施設群のある一帯が、立川ウィンドファーム、または、ウィンドファーム立川と呼称される。ありがとうございます。